俺の名前は大輔。現在会社勤めをしながらギャンブルを続けている。今日は4万負けたぜ。もちろんギャンブルは勝つ時もあれば負ける時もある。そんな時の俺の行動は決まっていた。うおー、走れダヴィンチフォース、お前にかかってるんだ。競馬で負けた分を取り戻すのである。そして俺は勝った。おかげで今日の負けは1万で済んだか。ちなみに今月の収支の勝ち負けでいくと、およそ10万円ほどの負けがかさんでいる。やっぱり口座は正直だな。わかりやすく減り続けるぜ。なんかもっといい逆転方法はねえかな。そんな時、俺は運命の出会いをした。ん？なんだこれ。デイトレーダー、楽して大儲け？聞き覚えのない言葉だったが、大儲けという言葉に俺の心は動いた。俺は家に帰り、早速デイトレーダーについて知ることにした。なるほど、株のやり方の一つか。毎日短いスパンで売り買いをして儲けていくスタイル。面白そうだな。あんたも懲りないね。普通に働いて稼いだお金をもっと大切にしなさいよ。そんなの会社の犬と一緒じゃねえか。俺はやるぜ、母さん。見とけよ。やり方を確認した俺は専用口座を作り、30万円の軍資金を振り込んだ。株ね。何を買うかは決めてるの？当たり前だろ。米国株だよ。いろいろ選択肢はあったけど、まずは取引が多いところから始めるのが定石だったよ。そう、うまくいくかね。何？これが株式の動き？ああ、そうだ。毎日このグラフを見て、買った株を売るか買うかを選ぶんだよ。へえ。で、あんた、これ見てどうすべきかわかるの？母さん、わかってねえな。よく言うだろ？考えるな、感じろって。何もわかってないのね。よし、とりあえず次値段上がる気がするし、ここは買いだな。こうして俺は山間で株を買うことにした。そして後日、俺の勘は当たり、株の値段は上がった。よっしゃー、ちょっとだけの利益出たぜ。あら、すごいじゃない。こいつはもしかしたら俺才能あるかもしれねえな。よし、ちょっと仕事やめてくるわ。待って、なんでそうなったの？俺もこれから引きこもりデイトレーダーで行くからさ。母さん、安心してよ。何も安心できないわよ。こうして俺は仕事を辞め、日夜デイトレーダーの作業に勤しんだ。よし、じゃあこれを1000株購入。へへへ、絶対来るはずだ。俺の勘が買えと言ってる。絶対大丈夫だ。大丈夫かしら。さあ、わからん。今は見守ろう。家族なんだから。しかし、ビギナーズラックの終了は早かった。くっそ、まさかここまで落ちるとは。損失にも程があるぜ。考えろ、何か逆転の一手が。こういう時立ち上がるのが俺だ。ほら、何一つの株だけで諦めてるんだよ。俺たちがまだいるじゃねえか。俺、他の株を買って利益を取り戻すんだよ。本で何品ってテクニック書いてただろ。いくつかの種類の株を買えばきっと値段が上がるやつも来る。それでお前は大逆転だ。そうだ、諦めちゃダメだ。俺買うよ。お前たちも一緒に逆転しよう。ああ、いい判断だ。俺たちは友達だ。下手な鉄砲も数打ちゃ当たるということわざがある。ただ下手な鉄砲は全て外れることもある。全部暴落した。めっちゃ買いまくったのに10万以上損した。辛すぎる。そこでやめるのも手だったけれど、男には引けない戦いがある。まただ。お前ら、今度こそ上がってくれ。手数料欲しいです。ヒャッホー。
デイトレーダーのデメリットは取引時にどうしても手数料がかさむことである。だから取引を重ねることは俺自身の首を絞めることになった。さあ次は君を買うよ。君を信じている。う、嬉しい。ありがとう。値段きっと上がるから。そこまでよ。そこで口を出してきたのは母親だった。もうやめなさい。こんな無計画なギャンブルは見てられないわ。はあ、何言ってるんだよ母さん。この株はきっと上がる。俺はそう感じるんだ。母さんにこの株の何がわかるんだよ。大輔くん。なるほどね。じゃあ聞くけど、損切りの基準と利益確定の基準のルールはないの？その子が確実に上がる見通しは立ってるの？ないけど。何してんの？そんなんじゃ株には勝てないわよ。てかなんで思ったより株について把握してるの？別に、ちょっと本読んだだけよ。マジかよ。それよりほら、お母さんこしらえてあげたから、これ基準にやりなさい。マジかよ。母親の判断能力が予想以上に高かった。じゃあこの子をその基準で売るか買うかの判断を。何言ってるの。お母さんはそんなこと認めません。そんな。なんで。あんた負けがかさんでるでしょ。精神的に余裕がない状態でいい取引はできないらしいわよ。あんたしばらく離れなさい。嘘だろ。そしてしばらくして俺は母の作ったルールをもとにデイトレーダーを再開した。すると確かに少額ながら利益を得られるようになった。確かに母さんの言う通りだった。ちゃんと時間を置いて売り買いの基準を明確にしてやると大損しなくなった。分かってくれたならいいわよ。ま、母さんあんたの3倍の利益出したけどね。なに母さんまでやってんの。パート先潰れたからノリでやってみたのよ。親子の血は争えなかった。そして母への対抗意識から俺は再び取引に気合を入れ始めた。こいつは売りか買いか。しかし追い込まれると余裕がなくなるのはまた母も同じだった。なんでよ。なんであんた落ちるのよ。めんごめんご。次またやらべけ。俺も母も精神的ストレスと経済的負荷からどんどん衰弱していき、心も不安定になっていた。許さない許さない許さない。ダメだダメだダメだ、全然ダメだ。何がダメだ、何がいいんだ、もう何もわからねえ。お前ら何してるんだ。口座見たぞ。俺の金にまで結構手つけてくれたな。数百万円の損失。このままじゃ俺たちの老後の未来どころか来月の未来すらないぞ。ダメよ、まだ買ってない。買ったら返すから。一番ダメな思想じゃないか。うるさいな。何も知らないのに口を出すなよ。何も知らないわけじゃない。お前の株の本少しパラ読みした。パラ読みかよ、ちゃんと読めよ。俺の考えだが、デイトレーダーはちゃんと株の知識がないと大きな利益を出すのは難しいと思う。短期間で本当に稼げるのはごく一部だ。なんだよ。じゃあ俺たちには無理だって言うのかよ。落ち着け。まずは株の価格帯ごとの注文の多さを見てから判断するんだ。板読み戦略というらしい。板読み。やってしまったものは仕方ない。だからこそ損した分は取り返そう。そうだよな。さすが父さん。俺たちは家族だ。ちゃんと3人で情報を仕入れながら手堅く稼いでいこう。大丈夫だ。ちょうど俺も定年で退職金ももらったから軍資金はある。板読みについては大体察した。俺を信じてくれ。あなた。父さん。そして数ヶ月後、父の板読みはことごとく外れた。もやし、確かまだ余ってたから1人4本ね。
水道止まってたけど、まさか。もちろん払えてないわよ。3人ともども口座の金がなくなった。バイトのチラシ時給900円、まかない月ちゃんと働こう。デイトレーダー、毎日判断の連続で心も体も疲弊する。もちろん稼げる人は稼げるのだろうが、俺たちは完全に負けの沼に落ちていた。今だから思う、確実にお金がもらえる仕事というのはとても大切だということを。